アンドレア・ベルトラッチは、イタリア・ローマ出身のサッカー選手。元イタリア代表。ファティカラ・ギュムルク、SK 所属。ポジションは MF。AS ・ローマのユースチームでキャリアをスタートさせ、2010年1月、US レッチェに、レンタル移籍した。ユベントス FC 戦でプロ初ゴールを記録した。2012年から、ジェノア・ CFC に共同保有の形で所属。 2014から15シーズンには、イタリア代表に招集されるまでの活躍を見せた。イタリアでの共同保有制度の廃止に伴い、2015年6月23日に、フルスローマが、残りの保有権を850万ユーロで買い取った、ことを発表した。しかし、その1週間後の2015年6月30日、AC ミラーに移籍したことが発表された。 契約期間は2019年6月末までの4年間。2017年7月16日、フルス・ジェノアへの1年間のローンとなり、中盤のレギュラーとしてリーグ戦30試合以上でプレーした。2018から19シーズンはミランに復帰したが、UEFA ヨーロッパリーグ4試合の出場に止まり、シーズン終了後をもってスタディオ・ジュゼッペ・メアッツァを去った。 2019年10月8日、セリエ A で最下位に沈む UC サンプドリアとシーズン終了までの契約を締結した。リーグ戦12試合に出場しクラブは残留を果たしたが、契約満了に伴い、マラッシュを後にした。半年のフリー期間を経て、2021年1月より、トルコのファティカラギュムリュク SK へ加入。ミラン時代のチームメイトであるルーカス・ビリアや、 同胞のエミリアーノ・ビビアーノ、ファビオ・ボリーニラと昇格組のクラブで同僚となる。イタリア代表として各年代でプレーしている。国際 A マッチ5試合0得点。ありがとうございます。